今日は私の1日のフル食 4 day of eating and drinking 全部紹介したいと思います。普段はメンタルかけるウォークアウトって言って、ジム3ヶ月プランの中の1週間のメンタルの変化っていうのを普段お話ししてるんですけど、今日はこの動画単体で私の1日のフル食を紹介したいと思います。何かちょっとでも知識参考になるのがあったら嬉しいです。トレーニングの日、ジムでもホームウォークアウトでもエクササイズをする日の食事を全部見せます。もうリアルで生の感じをちゃんとお伝えしたいので、全然もったりとかおしゃれなこんなのとかこんなのとか一切出てきません。マジで生のリアルなものを載せています。食事とかやっぱ気になる人が多いと思うんですけど、 YouTube とかでいろんな人の動画見たりすると思うんですけど、それはその人のプランに合わせた食事の内容なので、全くそれを真似たからといってその人みたいになるっていうことはありません。人それぞれ体重身長1日に動く量 DNA 目指してる理想の体っていうのが違うので、人それぞれに合ったマクロ PFC バランスがあるので、これはあくまで私のプランに合わせたトレーナーからもらったメニューです。あなたに合ったプランを見つけるのがやっぱり一番の近道です。なので今日紹介するご飯もアイディアの一つとして見てほしいです。で、今日はトレーニングをする日のご飯なので、次回の動画ではハイカーボチートデーの日の一日の食事の流れも今度紹介したいと思います。Good morning, guys. It's almost 10. I just woke up. 寝起きの何も食べる前、何も飲む前に撮ります。で、今月末が3ヶ月プランの最後なので、今月末に向けてちょこっとずつ食べる量を減らしていく予定です。朝ごはんの前にカーディオをやるのがいいので、そのカーディオをやるときは BCAA とクレアチンを混ぜたものを撮ります。そういえば前持ってた EAA もこんなみたいに瓶に入れてたんですけど、気づいたらカビルンルンでした。カビてました。もし届いたパックじゃなくてこっちなんか自分でこんな瓶に移してる人がいたら、カビルンルンになってないか気をつけてください。全部捨てました。なので新しい EAA が届くまで BCAA 飲んでます。 This is bitter lemon flavor. Actually it's good. I like itBCAA は筋肉疲労にも効きます。運動の30分前に飲むといいそうです。もし EAA があれば、カーディオの途中は EAA を飲むのがいいそうです。カーディオが終わったので今から朝ごはん。食べ物は全部スケールで測ります。何の豆だったか忘れたんですけど、ミックスビーンズでレッドキドニービーンズとチックピースひよこ豆が入ってるのは分かるんですけど、あと忘れちゃった。肉を食べない私にとっては豆は大事なプロテインソースです。レッドキドニービーンズは 100g あたりプロテインが 9.8、 脂質が 0.6 なのでとっても優秀な豆です。チックピースだったら 50g あたりプロテイン 3.5、 ファットは1です。I think this is my second favorite workout meal. 本当は110なんだけど、多分スプーン入りで110かな。で、ハチミツ入れます。今は食べられるものが限られてるので、本当に一粒一粒ゆっくり噛みしめながらこう大切に食べてます。限られてるものがある時っていうのは本当によりありがたさがわかると思うんですけど、だから本当はもう食べようと思えばもうあと10倍ぐらいは食べれると思うんですけど、今は量が決まってるので一口一口をゆっくり大切に食べてます。 I only have limited amount of food now, so when I eat super slowly on purpose and then just appreciate and enjoy each bite. 朝は普通のレギュラーコーヒーです。カフェインの取りすぎも筋肉にあんまり良くないみたいで、もし朝のこれ以上飲むときはこのカフェインレスを飲みます。
In the morning, I take regular coffee, and then too much caffeine is not good for muscles. So if I want more than a cup of coffee, I take this caffeine-less instant coffee. Actually, this tastes much better than this one.コーヒーはエナジーを上げてくれるのに役立つので、ウォークアウトの30分前に飲むといいそうです。なので私はいつも朝ごはんと一緒にコーヒー飲むから、その朝ごはん食べてコーヒー飲んで30分ぐらい、なんかお家の掃除とか洗濯とかして、30分経ったら1日の1回目のエクササイズをします。でこれずっと言いたかったんですけど、なんかよく YouTube でも筋トレの人のご飯の動画とかいっぱいあると思うんですけど、みんなが食べてるようなものなのに私が食べたらダメなのがたくさんあって、インチキって思ってしまう時がいっぱいあります。他のみんな食べてるさ、なのになんで私はダメなのって思ってしまう時が本当によくあります。これが辛い時なので、他の人の、あの筋トレの動画見るの好きなんですけど、その人たちのご飯の動画見るのは好きじゃないです。もうコミットメントです。ランチの準備します。今までブロッコリー食べるのが多かったんだけど、ブロッコリーのタンパク質は 100g あたり 3.5 でも、ほうれん草だったら 4.2。 あと最近菜の花っていうのも買ったんですけど、菜の花もブロッコリーよりタンパク質が高かったから、先週からブロッコリーなくそう作戦してて、これでラストなので今日使い切ります。葉野菜は 100g です。油は入れません。 Now I'm preparing my lunchYou can use any kind of leafy vegetables, 400 grams. So today I picked 72 grams of broccoli and then 28 grams of spinach. Because I'm on period now, so I need iron. So I chose spinach. 生理のせいかな、わからんけど、久しぶりに 20% 切りました。イエーイ。いい傾向かな。ちょっと今日だけかもしれないので、そのまま様子見でいきます。It's been a while since the last time I saw this number. It makes me happy, but I don't get my hopes up because the last time I hit this number, then 2 days later, my body fat percentage went down to 20 just in 2 days. So just see how it goes. We'll see. We'll see. 野菜に火が通ったらオリーブオイル。かけすぎちゃうので、今使ってるのがなくなったらスプレーのに変えたいと思います。エクストラバージンオイルが OK です。サラダ油とかはダメです。4回に1回ぐらいの確率でも違うんですけど、全卵1個と卵白のみ1個です。2個目のが割れちゃった。 One whole egg and then extra white egg and I messed up that one. いつも昆布入りの納豆買うんだけどなかったので、これはちょっと違うやつなんですけど、納豆も脂質が、私がスーパーで探せるのが 3.3 が一番脂質低くて、中には脂質5とかもあるので、よく後ろのレベルを見るといいと思います。 Since I don't eat meat, this is another great protein sources. ランチタイム。前よりは全然納豆平気になってるんですけど、やっぱりまだ匂いとかは気になるので、七味もいっぱいかけて、青じそドレッシングかけて、海苔で巻き巻きして食べます。ヴィーガンのための B12 とオメガ3取ります。で外に出るときはいつもお水、お茶とかコーヒーは利尿作用があって体から排出されるので、お水がいいそうです。2リットルぐらい飲むのがいいそうです。水だとちゃんと血管や筋肉にも届くので、リカバリーとか成長に役立ちます。どうしても食べれないけどお腹が空いてしょうがない時のためのが、私は炭酸水とガムです。ガムも脂質ゼロのを選びます。 When you get super hungry in between meals, I get sparkling water or either zero fat gum and survive.Okay, so I just got back home and this is my third meal of the day. いちごにだいたい 15g、大さじ1入れていちごを炊きます。
で、いちごを作った時に 80g ずつ1回のご飯の量に分けて冷凍します。 This is also my pre-workout meal。 これはプリウォークアウトのご飯なので、これ食べたらまたエクササイズします。エナジーがちょっと欲しい時とか、朝残ったコーヒーとかがあったら、これにちょっと混ぜたりします。1日4回食べるご飯のこれが最後です。最後はベーグル1個とライトツナ、ツナの水煮缶、オイルがないやつです。運動いっぱいたくさんした日は丸1個でもいいし、気分によって半分食べたりもします。今日は多分ちょっといつもよりエクササイズが少ない、運動量が軽かったので半分食べようと思います。で、朝行ったこのウォークアウトミールの中で一番好きなのが、このベーグルトーストして蜂蜜かけた時のが一番好きです。ベーグルエクササイズする前まで一回も食べたことなかったけど、炭水化物摂るのにとっても優秀なマクロだと思います。脂質 1.0、 なんかベーカリーとかで売ってる甘いのはもう全然これより脂質高いと思うんですけど、このプレーンのやつは 1.0 なので優秀ちゃんです。 So this is my last meal. When I did like heavy workouts, I have 4 bagel. I did exercise, but it wasn't too heavy, like not too hard. So I decided to have only half of it. And then this is non-oil tuna flakes. So one of my favorite meal that I was talking about this morning is this bagel with honey.で、やっぱりもちろん食事だけで体重を落とそうっていうのはやっぱり不健康だと思います。食事プラス運動、2つがちゃんと重なって、できればメンタルも重なって健康的に体重を落とす理想の体に近づくっていうのが可能になります。食事だけとっても減らすとか、運動はしてても全然ジャンクなものばっかり食べてるとかでは、どちらもやっぱり不健康です。全部バランスよく健康的に見ていくことで理想の体に近づくことができます。なんかちょっとでも参考になるのがあったら嬉しいです。では見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Bye bye.